ドローニングホームズスローツキタードロットニングホールム、宮廷劇場のホールドロットニングホールム、宮廷劇場のロビードロットニングホールム、宮廷劇場のサロンドロットニングホールム、宮廷劇場は、スウェーデンのローベン島にある歌劇場、ドロットニングホールム宮殿に隣接している。ロビーサウルリカ王妃により、ドロットニングホールム宮殿に、現在の宮廷劇場が建設されたのは、 1766年のことであった。劇場は約400席を有し、舞台は横幅より縦幅が長いのが特徴である。波や雷の効果音の発生装置、飛ぶ椅子の装置があり、デウススマキナの場面で頻繁に用いられた。ロビーサウルリカの息子ムースタフ3世は演劇を愛好し、ヨーロッパ各地から音楽家を招いてマイナツオペラを楽しんだ。 しかし1792年にグスタフ三世が暗殺されて以降は劇場は忘客の淵に沈んでいった。1920年より演劇史家アグネ・ベールの指導の元電気が引かれ劇場は1922年に再オープンした。再オープンした劇場では毎年夏に音楽祭が開かれフランツ・ヨーゼフ・ハイドン、ボルフガング・アマデウス・モーツァルト、クリストフ・ビリバルト、 グルック、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルなど18世紀のオペラが上演される。オーケストラも当時の衣装を身にまとい、オリジナル楽器で演奏する。装置も18世紀のものはほとんどそのまま使用している。1991年にはドロットニングホルム宮廷劇場を含む横領地がユネスコの世界遺産に登録された。ありがとうございます。